プロレタリア科学研究所は1929年に設立され現実社会のマルクス主義的分析や啓蒙活動を行った戦前の科学者の民間学術研究団体。諸科学のマルクス主義的研究発表を目的として創立された略称プロ化。第一部は政治、経済、法律、社会。第二部は哲学、歴史、教育。 第三部は文学、芸術、言語。第四部は精密科学、自然科学。書院、研究院はそのいずれかに所属するものとされた。当初書院数は第一部36名、第二部26名、第三部24名、第四部2名の計88名。1929年10月13日。 東京帝国大学仏教青年会館で総会を開き、1928年9月創設の国際文化研究所を解散、吸収して創立された。所長は、秋田宇釈。創立に、三木清志、ハニゴロウ、小川真一、鈴木安蔵らが関わった。1929年11月5日、月間機関紙『プロレタリア科学創刊。 同志には創立メンバーのほか、野呂英太郎、倉原コレと、風早八十二、寺島和夫ら多彩な人々が執筆した。労農派との日本資本主義論争、日本資本主義発達史の科学的研究など、マルクス主義的社会科学研究を行い、運動の発展に寄与した。1934年1月号は印刷されたが、官係にすべて押収され、以後習慣。 交換されたものとしては1933年10月号が最終号となった。1930年6月より、月刊の共産主義理論雑誌、マルクス主義の旗の下にが、白洋社から刊行され、同名のドイツの雑誌からの翻訳を主に掲載していたが、同年9月プロカは、同志ロシア版を編集、鉄道書院により創刊した。同志はさらに、 1931年10月より、編集プロ化、発行・発用者として一本化され、1933年に廃刊されるまで、ドイツやソ連の国際情勢分析や哲学論争の紹介を続けた。他の出版物として、プロレタリア科学研究、プロレタリア資料月報、我らの科学、科学新聞、科学開拓者などがあり、社会科学のみならず自然科学や語学、 芸術に至る多様な定期刊行物、パンフレット、単行本の編集や発行をした。1931年10月24日、日本プロレタリア文化連盟に、その結成と共に加盟した。1933年1月、日本プロレタリア科学同盟に開祖された。メンバーには、長田博早川二郎、山室聖、平野健、松本正夫、新島修 古風、武藤マルクス、村山茂忠、事務局員に林田茂浦がいる。一般に、プロカは、日本共産党支持者の集まりであり、外閣団体である、と見られている。一方で、早いうちから、プロカに、大衆団体化を求める声があり、1931年頃党等の、指導が強まる中でこの声が大きくなってゆき、左翼の科学運動団体化の構想を経て、 結局、他の文化運動の分野と同様に政治的主張を先鋭化した大衆団体と実質上区別できないものになっていく。こうして、プロ化がセクト化し大衆的支持も衰えていったことが指摘されている。ありがとうございます。